闇の忍び魔性使いチーム、六遊会チームと裏飯チームの勝負の行方は中とユウスケの決戦に持ち込まれた。壮絶な戦いの末、辛くもユウスケが勝利を収め、裏飯チームは1回戦を突破したのである。暗黒武術会2回戦、ユウスケたちの相手は謎の武道家集団ドクター市垣チーム。だがユウスケたちの対戦相手はドクター市垣の悪辣な罠によって殺人マシーンに改造された人間たちであった。桑原は攻撃をやめ必死の説得を試みるが、無情にも集中攻撃を受けてしまう。桑原が戦闘不能となり危機に陥ったユウスケたちだったが、玄海の活躍により辛くも勝利を収める。2回戦の苦境を乗り切ったユウスケたちだが、休む間もなく魔性使いチームとの連戦を強いられた。そして大会本部の陰謀により、比叡と玄海が結界の中に閉じ込められてしまう。先鋒戦、魔性使いチームは化粧使いガーバ、裏飯チームはクラマが先陣を切った。クラマはガマの呪いの化粧により動きを封じられ、窮地に追い込まれるが、瞬間の勝機をつかみ辛くも大逆転を見せる。続く時報戦、対する相手は樹氷使い東野。ガマとの戦いのダメージが残り、さらに呪いの化粧により妖気を封じられたクラマに、果たして勝機はあるのだろうか。そして裏飯チームは勝ち残ることができるのであろうか。手加減など期待するな。お手柔らかに頼むぞ。第一ラウンド始め。ヘッチェン、ヘッチェン、ハッ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 
どっちがいい風乗ってるか勝負だべ。よとすぎてめえを速攻ぶっ倒す。第一ラウンド始め。Oh?